今回はですね、プニプニでブルポを入手して、これで必殺技ね、打ってみたいと思います。こちらのブルポまだアニメに登場してないんですよね。アニメの16話に登場するんかな。太っちょはイケメンを好きになってはいけませんかみたいな。太っちょはイケメンを好きになったらダメですかが、第16話に登場予定のブルポンなんですけど、なんか謎が多くて、トワイライトセブンの封印を解くと出てくるんちゃうかって言われてるんですね。ダブル S ランクのブルポン。なんか、猫の要素もありつつ、なんかスライムっぽくもあり。4000ポイントで後半、プリチー族。僕、ブルポン。あ、ちゃんとセリフ読めんかったわ。なんかスライムっぽいよね、ブルポン。ダブル S ランク、プリチー。ちょっと妖怪の説明も見ておきましょうか。どういう妖怪なのか。味方として活躍すると思ったんやけどね。これがなんかジンペイとかと合体するんちゃうかな。どうなんでしょうか。特攻としては地獄アサシンからのフィーバー吸収カードね。必殺技がムンムンムーン。月ってことかな。ムンムンムーン。プルプルの体で攻撃力アップだって。スキルが自身の妖怪プリンの代わりにボーナス玉が降ってくる。え、いいね。声がどんな感じなのか。え？ワン言うてるね。ちょっと BGM 消しちゃおうか。ワン言いましたよね。犬なんかな？そういうことか。ゴロミちゃんが猫だったから、このブルポンは犬っていうことかもしれないですよね。効果音だけにしまして、ブルポンの音声だけをもう一回聞いてみましょう。ワン。ワン言うてるよね。犬か。そういうことか。ワン。いろんな表情は、わ、これがぼちゃ、ぺちゃんこになったブルポン。すげえな。後ろには特に尻尾とかはついていない。ワン。ワン言うてるもんね。めっちゃ可愛い。伸び縮みする。めっちゃプルプル。なんじゃこりゃ。ちょっとタピオカっぽい感じの、なんか体してよね。ブルポンタピオカっぽい。ちょっと必殺技使ってみましょう。妖怪の説明がここには書いて、あ、書いてるわ。二つ目の Y サークルに封印されていたって書かれてますわ。そういうことか。やっぱ二つ、Y サークル今のところ一個しかないと言われてるんだけど、二つあると Y サークルが、もしかしたら三つ四つとあるのか。で、だから、トワイライトセブンの、ミステリアルメダルを使って扉を開けると、このプルポンが出てくるっていうことですよね。で、プルプルの体の音量、妖怪ではないと、音量。で、ミステリアルメダルを食べると、なぜか成長していく。ミステリアルメダルを食べるって書いてますけど、ミステリアルメダル食べんのこのブルポン。謎が多いね。なぜか成長。ミステリアルメダルを食べるブルポン。すごいな。ちょっと鉱物とかも、妖怪大辞典もチェックしときますか。でもなんかブルポンの謎にちょっと近づいた気がするな。正体が見えてきた気するな。観察。鉱物がドーナツだって。はぁ。じゃあちょっと必殺技も見ていきましょう。と、Y 学園のマップのボスがこちらダークアサシンですね。アニメにも出てきたやつ。暗殺者。アサシンクルードっていう、何話やったか忘れたけど、タイトルの時に出てきたやつですね。元ネタがアサシンクリードっていうゲームみたいなんだけど、暗殺者が主人公のゲーム、アサシンクリード。ちょっと似たキャラってことだよね。ブルポンのせっかくだから、デカプリ作っちゃおっか。で、必殺技、みたいな。フィーバー突入して、ブルポンの必殺技、みたいな。ミステリアルメダルを食べるっていうのが、ちょっと意味わからんよね。で、成長する、でかくなる、みたいな、そんな感じかもしれないですよね。なんか一つ目の Y サークルの時は、エンマ大王の声が聞こえたわけやん。でさ、コロコロコミック今月のやつ見てたら、ちょっとネタバレになるかもしれないけど、なんか Y サークル、7つ、そのミステリアルメダル貯めて、かな。なんか知らんけど、ミステリアルメダル関係ないかな、あれは。Y サークルにジンペイたちが行って、なんかヌラリヒョンが出てくるみたいな。ヌラリが、みたいな。だから二つ目の Y サークルに行ったら、
ぬらりひょん出てくる可能性もあるよね。過去の人たち、偉人というか、転生、人兵たちが転生前の、高ランクの、エンマ大王ぬらりひょんが、未来の人に、こう、意志を告げるみたいな、ことなんかもしれないよなぁ。エンマ大王自体は出てこへんのやけどなぁ。エンマ大王の面影的な、ボイス的なものが、最初の一つ目のサークル、解いたとき、あったもんね。だから、ぬらりひょんのこの生まれ変わり的な感じなんかなとかも思ったりするんやけど、このブルポン。はい。一回ちょっとこれでやられて延長しますと。で、ブルポンのデカプリーツ作りましょうか。サイズデカめのやつで作っておきましょう。シンプルな体だよな。サイズどれぐらいいくのか、いってみましょう。ブリ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 。サイズ55。かわいい。なんなんなん、攻撃力アップ。とはに苦しみ。むんむんむんみたいな。ちょっとこう、でかくなるみたいな感じなんかな。必殺技なんかこう、銃で撃つとか、パンチとか言うよりも、でかなって体当たりみたいな感じなんかもしれないよね。めっちゃ可愛らしいな、これ。ゴロミに負けぬ可愛さ。しかも妖怪じゃないみたいな。怨霊みたいな。勝利ポーズがこれだもんな。へぇー。面白い。っていうか、教室 Y 学園森とマップ来たんですけど、やったらボスステージでかいですよね。こんなでっかいボスステージ、かつてないですよね。プニプニ史上最大のボスステージのでかさじゃないですかね。ちょっとステージ44、ステージ45とせっかくなんでやっていきましょうか。ブルポン使って。今回のイベントの新キャラすべて使って、ちょっとボス戦モグラモスとバトル行きたいなと。ブラックアーミーとかも出てきとるやん。ブラックアーミーこれたまに出てくるやつ？仲間に？できるやつなんだな。魚介類好きなんやけど、もうすでに仲間にしてるからええわ。今回のイベントで新キャラすべて使って倒す。で、モグラモス、ノーコンティニューで倒したら、なんかミッションクリアみたいな、ニャンボコインゲットできて、まうんちゃうかったかなと。なんかピーマル様っていうか、ナユタン星人っていうか、クルホシナユちゃんが、学校が Y が目障りだから言うて、で、モグラモスを召喚したんだよね。学校が Y が今後、クルホシナユちゃん的に、目障りで、ちょっと、いらんって感じやったのかもしれないね。なんなんなーん。チクチクスローシュ。で、モグラモス。もげ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 。プニを消して、ね、ボーナス玉を作る。タイムミラージュ、スコアアップ。タイムバインド G。これで決まるかな？で、次に出てくるのがモグラモス。なんかチップとかもドロップしとるわ。今回はあれだな。必殺の秘伝書スキルのページ、エイリアンウォッチですよね。お宝集めって感じなんですけど。チップがエイリアンウォッチに必要なやつだよね。で、出てくるのがモグラモスですよね。開けてみましょう。でかー。モグ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 。アフロヘアのモグラ。学校側の攻撃の準備が、まだ見たい。時間を稼がないと。そうなんだよね。学校側 Y が、必殺技、みたいな、なんだっけ、銃を撃つんだよね。でもそれがソーラーパネル必要で、ね、夜明けを待っている、みたいな。夜明けを待っていて、ソーラーパネルが充電するまで時間かかるから、ちょっとその間、時間稼ぎで、ジンペイとか、フブキちゃんが変身して、みたいなね。時間稼ぎするわけですけど。モグラモス、バーサス、妖怪、怨霊たち。クロクレで行きましょうか。この辺がだからちょっとアニメ再現だな。ワイルドボーイとか入れたらかなりアニメ再現って感じだね。ちょっと今回はブルポン仲間にできたから積極的に使っていきたい。攻撃力アップなんだよな。超アップとかではなさそうだけど。
ノーコンティニューで倒してみせろ。どうやって倒そうかな。攻撃力アップからの、クロックレディでいいかな。クロックレディ、あれ？クロックレディが準備 OK。ブルーポン、ブルーポン、ブルーポン、ブルーポンおらんか。ブルーポンカモン、ブルーポンカモン。時計たち。ブルポン、ブルポン、ブルポン。ブルポンからのクロックレディ行きましょう。むむむむ。タイムバインド。時間がゆっくりになって時間稼ぎできる。ダメージが4万ぐらいですね。何もドロップしてやぞ。で、時間稼ぎして、で、ソーラーパワーが充電されて、最後銃で撃つ、みたいなね。必殺技的なやつで決めるんだけど。で、モグラモスを倒すと、どうなの？大したことねえな。お前たちよくやった、もうあれは。学校がワイが暴走？止めないと。で、モグラモス倒すと隠されてるとか、解放されまーすと。で、次なるステージに待ち受けているのが、学校がワイ。でかすぎるんだよね、学校がワイも。なんか、額のところにワイポイントみたいなマークついてるけど、とてつもなく強いよっていうことですね。特殊能力使いましょう。はい、ってことで、以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。